はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、サンサンス映画音楽技術校のアンサスの解説を始めていきたいと思います。2回目の今日は第2場面の曲を解説していきます。第2場面の最初のテンポはアンダンデソステムとゆっくりしたテンポから入ります。で、最初のディスの伸ばしはこれも乖離する必要はありませんので、一指で弾くようにしてください。で、ダウンから入って3小節目のアチスのフェルマートをアップで、4小節目からここは4小節単位になっていますので、一指では弾けませんので、ここだけ2小節単位で乖離をするようにしてください。練習番号19番2小節前で、ここのボーイングは最初ダウンアップでもアップダウンどちらで入っていただいても構いません。で、ダウンから入るのであれば、19番からもオーソドックスに指順で弾いていただいて、テンポが変わる手前まで全て指順で弾く形となります。もし最初アップダウンという形で弾くのであれば、またしばらく指順で弾いていただいて、最後20番の1小節前の最後の四分音符2つをアップアップと弾いていただきたいと思います。練習番号20番から4分の3拍子アレグレットでテンポが少し速くなります。で、ここのボーイングなんですけれども、最初の8分音符はダウンで入った後、3拍目の16分音符の形をまたダウンから入って指順で弾くようにしてください。そしてこの部分のポジションは様々な取り方があります。で、1本の弦で取るのか、あるいは弦を移弦して取るのかっていうのが分かります。で、例えば20番の2小節目の16分音符のフレーズは、ここはもうハーフポジションから第1ポジションの範囲で取りますので、ここは最後の次のディスは移弦して取るという形となります。そして20番5小節目の形とは、ここは1音の間隔になっていますので、ここは1本の弦でいくときつくなってしまいますので、ここは移弦して取ることをお勧めしたいと思います。この場合はここはディスだけ移弦して、あとはアーセンで取る形となります。人によってはあえて1本の弦で全て16分音符のフレーズを演奏した方がかえってやりやすいという方もありますので、そこはもう自分でやりやすい方を選択していただきたいと思います。22番の4小節前から説明していきます。で、2拍目からのボーイングは、ここはダウンダウンアップと続けていただきたいと思います。で、今止まりましたところからは逆読みになりまして、2番のこのアーはアップから入った後、また弓順となります。再びダウンダウンアップの形となります。最後はポルテピアノのこの8本の刻みも関係で、最後だけディスをアップアップと弾いていただきたいと思います。22番5小節目の8分音符の形は、1小節単位で単位で1つにまとめてつながっています。で、これがかえってやりにくいのであれば、ダウンアップを取っていただいて、このように単位を取っていただいて弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいはこのカイディアの方がやりやすいのであれば、ちょっと結構技術はいるんですけれども、今のように楽譜通りに弾いていただいても構いません。24番4小節目から、ここはここアクセルランドテンポが徐々に速くなっていきます。で、ここからの4小節間のボーイングは、ダウンダウンアップと弾いていただきたいと思います。ここはすべてダウンダウンアップという形で弾いていただきたいと思います。24番からはダウンで間に休符がありますので、ここはその都度弾き直しを行いまして、ダウンダウンアップダウンの形を続けていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、ここまでこのような形となります。で、最後ボルトアレグロになりましたところからは、ここは普天四分音符8分音符の形を弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいはダウンダウンアップアップとして、このどちらかを選択していただきたいと思います。25番4小節前のボーイングは、最初ダウンから入って弓順で弾いていただいても構いませんが、そうやって弾いた場合は2小節目と4小節目のが逆になりますので、それが好きになれないとであれば、最後四分音符8分音符の形を今のようにアップアップと弾いていただいても構いません。25番2小節前はポジションを説明していきます。で、最初のディスはアーセンからスタートして4で取りまして、で、ここからアーを2で取った後、ディスをのオクターブをまとめて取ります。ゆっくり言いますと、ここまでこのような形になります。で、最後1小節前はピスをアーセンからスタートして4で取りまして、
で、アイス、そしてディスを2-2という形でまとめて取ります。で、最後のフィスのオクターブになります。で、ここは第5第6の中間ポジションを使って、あとはここはまとめて取るようにしてください。もう一度ゆっくり演奏します。このような形となります。25番から4分の3拍子でアレグレットのテンポに戻ります。で、ここも26番の1小節前から同じフレーズが戻るようになります。で、ここもおさらいしておきますと、で、ここはもうあえてアーセムで1本で取ることによって、次のディスからのオクターブがもう第2第3の中間ポジションで、まとめて取れる形となります。で、26番の5弾はダウン、アップ、アップ、ダウンという形で弾いていただきたいと思います。それ以降も、で、次は、右がシャープになっていますので、ここは異弦して、取ることをお勧めしたいと思います。そしてその後もアイスのみ下弦で、取っていただきたいと思います。で、次のここはナチュラルになっていますので、ここは低線で取ることをお勧めしたいと思います。はい、あとは似たようなフレーズが出てきますので、これをうまく駆使して取っていただきたいと思います。その後はしばらく休みが続いていきまして、29番の3小節前から入ります。で、ここからアニマートとなっていますので、アレグレットより少しテンポが上がるというふうに考えてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。アレグレット4分3拍子の部分は思った以上にテンポが速くならないというふうに考えていただきたいと思います。まあ、そもそもこれも映画音楽になりますので、その映画のシーンに合わせながら演奏する形になりますので、音楽が先走ってしまいますと映画と合わなくなってしまいます。で、ここはもう速くないというふうに考えていただきたいと思います。2回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。